はい、シローです。今回ですね、世界最大級高効率の自公式セップ船を建造、清水建設というニュースですね。このセップ船というのは、ちょっとパッと見ても分かる通り、洋上風力発電を建設するための船ですね。これの世界最大級のものっていうものなんですけども、今まで日本にはちょっとそういった設備を持ったですね、船というのはなかったと。いうことなんですね。本文を、ヘッダーからちょっと読んでいきますけれども、清水建設は超大型洋上風車の建設に対応できる高効率の自公式セップ船、自己小公式作業船の建造に着手すると発表した。再生可能エネルギー分野で競争力を確保し、エンジニアリング事業のさらなる拡大を目指すというところですね。清水建設は2019年7月24日、500億円を投じ、超大型洋上風車の建設に対応できる世界最大級の搭載能力とクレーン能力を備えた高効率の自公式セップ船、自己小公式作業船の建造に着手すると発表した。再生可能エネルギー分野での競争力を確保し、エンジニアリング事業のさらなる拡大を目指す。完成は2022年の10月の予定だということで、まだ3年ちょっとぐらい時間かかるんですけども、これかなり巨大な洋上風力発電を作ることができるということですね。しかも高効率にできると。今回建造するのは SEP、セルフエレベーティングプラットフォーム船と呼ばれる自己小公式作業船、8メガワット風車なら7基。すごいですね。一気にそれだけ詰めちゃうということですからね。12メガワットなら3基分の全部材を一度に積み込むことができ、水深65メートルの海域での作業に対応可能だ。65メートルというとかなり深みですから、そこでの作業もできるということで結構な能力ですよね。太平洋側に特有の10秒程度の長周期、波浪、うねりといった環境下でも作業条件を確保することができる。既存のセップ船に比べ5割程度高い稼働率を発揮できるように設計しているという。5割っていうのは相当ですよね。倍速くなるという形にも計算できると思います。建造計画にあたっては、欧州の設計会社ガスト MSC の協力のもと、使用検討設計を行い、建造はジャパンマリンユナイテッドに発注した。運航管理については多数の作業船を保有している深田サルベージ建設などの協力を得て体制を構築した。欧州では大型とされる6から8メガワット級の洋上風車による発電施設がすでに商業化されており、発電事業者及び風車メーカーは固定価格買取制度 FIT に頼らなくても事業採算を確保できるように9から12メガワット級の超大型風車の計画を進めている。一方、日本では8メガワット級以上の風車建設に対応するセップ船が存在せず、欧州から調達することも容易ではなかったと。欧州にはもうすでにあるわけなんですけども、欧州でも、ね、高稼働率で動かしているわけですから、そう簡単にですね、日本の方に持ってくるってことはできなかったでしょうね。そのため、清水建設では日本国内で計画されている洋上風力発電施設の EPC 受注を目指し、今回のセップ船建造決定に至ったということですね。今回のセップ船の建造は2019年から2023年の中期経営計画の投資計画のうち、インフラ再生可能エネルギー新規事業投資の核となる。同社は今後国内外の発電事業者に当社のセップ船の優れた作業性能を提案し、洋上風力発電施設の EPC 受注、設計調達建設を含むプロジェクトの建設工事請負契約に結びつけていく考えだということですね。これはですね、当然日本だけで使うっていう考えはないと思います。他の海外でもですね、当然この船を持ってって建造するという計画はあるでしょうね。特にアジア地域、インドネシアとかフィリピンですとか、遠浅の岩礁ですよね。海を持っている地域にはこういった建設計画を持ち
いて、まあ、当然ね、調査も含めてやっていくとは思うんですけども、そこからこういった洋上風力の建設船、接付船ですね、運用を考えていると思います。まあ、そうじゃないと500億の投資って相当なもんですからね。で、これがやっぱり3年ぐらいの期間をかけてやって、しかもその後、採算が取れるようになるまでは、かなりの期間がかかるというふうに考えられますよね。で、しかもリスクも結構高くて、まあ、当然、こう、なぎの状態でやるようになると思うんですけども、建設だけですので、これ、設備の、そうですよね、メンテナンスの方っていうのはあまり考えてないとは思うんですけれども、それなりにこう、洋上風力発電所をね、建てた後は、そんなにいらなくなりますよね。だから、それで回収できるのかどうかっていうことを考えると、日本の洋上風力の場合ですと、遠浅の海っていうのはそんなにないんですね、いっぱいはね。まあ、あとはその漁業権の問題がやっぱり大きくて、そんなにいっぱいは建築できない、建設できないという感じはありますけれども、海外に持ってってですね、それなりに建設できるようになってくれば、採算がようやく取れるということを踏んでやってるんじゃないかなという、私の勝手な想像ですけどもね。そんなにいっぱいこれ作れないと思います。一気にこうやって作ることによって、その後、洋上風力発電がね、どれぐらいの、利益を生み出してくれるのか、これはもう建築するときだけでお金を取るのかとかね、そういったまあ、生臭い話にはなると思うんですけども、部分での採算が取れるかどうかっていうのをきちんと計算した上で、当然ね、作ってきてると思います。まあでもですね、これから日本でも洋上風力発電っていうのがこうやって加速してきて、さらにこういった接付船が建造されることによって、どんどん作られていくわけですよね。私のこの動画のチャンネルなんかでも、石狩湾、いわゆる北海道の方に大きな、洋上風力発電のファーム、まあ何十基もあるような、農場のようなところですよね。それを作って、洋上風力発電をどんどん発展させていこうという計画は出てるんですけども、まあそういう時にね、こういったね、船があるかどうかで、8メガワットから12メガワットですから、相当大きな、ものができるということですよね。まあ、こんな感じですね。なので、これちょっとおかしくなっちゃったな。まあ、そういった形でですね、こういった高効率の接付船の建造がやっぱりできてくることによって、まあ、今後ですね、楽しみになるなというところはあると思います。はい。まあ、洋上風力発電というのはですね、まあ、太陽光よりも逆に結構安定して発電をしてくれるところがあるかなと思います。風の吹き方っていうのはですね、まあ、そんなに1週間も2週間も止まってるってことはあんまりないんですよね。まあ、気候変動っていうのが起きてくると、なかなか難しい部分はあるかもしれませんけれども、常に一定の風力っていうのがある程度吹いてるところが大きいです。それと、この一基の発電量ですよね。まあ、6とか8とか12メガワットってありますけども、これが例えば10基とか20基あるだけでも、相当な発電力があるわけですね。ただ、送電しなきゃいけないっていう場合になってくると、それなりにこう送電ロス、しかもですね、海底のケーブルを通って、で有線でやっていく場合が多いと思いますので、ロスも考えられますし、メンテナンスってことも考えると、結構しっかりしたものを作らないといけませんので、まあ、なかなかですね、コストもかかるんじゃないかなっていうのは、なんとなく予想できますよね。けれども、それだけのこう発電力を出すものっていうのは魅力的ですし、しかも港湾にね、近づけて作ることができるので、港がある地区っていうのは、まあ、大量な消費地があるということも結構考えられますし、なかなかですね、これだけの発電量を原子力に代わって出すものっていうのは、ね、再生可能エネルギーでは難しいので、他ではね、やっぱりこの海外なんかではどんどん風力発電っていうのは流行ってきています。まあ、遠浅の海っていうのがね、結構あったりとかもするし、あるいは砂漠地域とかですね、あんまり人が住んでない地域に建設もできるということもあって、かなり、作られている印象は高いですね。日本の場合はやっぱり土地の面積が少ないので、この洋上風力に頼るっていうことは必要だと思うんですけども、
私は時々ね、お話はしてますけど、もうちょっと巨大なね、船自体にこれを洋上風力発電所を作って、船で発電しちゃって、電力を水素に転換してね、貯めておくなんていうこともできるんじゃないかっていう提案をしてたりすることもあります。で、実際にそういう計画があるっていうこともあるコメントからいただいたことがあるんですけども、そっちの方が日本ではいいんじゃないかなと思います。遠浅のものがね、土地があまりないっていうこともあるんですが、だから洋上風力をそれほどね、建設することが難しいっていうことがあって、浮体式の洋上風力発電を五島列島のあたりとかですね、まあいろんな地域で作ってはいるんですけども、浮体式っていうのはアンカーをですね、まあ、伸ばして重りをつけてですね、洋上風力発電をまあ、海底っていうかですね、まあ、固定しながら浮かせて作るんですけども、それだってやっぱりその浮体式の部分をこうメンテナンスするっていうのは非常に大変なんですよ。何百トンっていう重しをくっつけてですね、浮かしてるわけなので、まあ波も厳しいところとかね、風も厳しいところでそういうのを固定しながら作っていくっていうのはかなり難易度の高い建築物だと思いますし、あとメンテナンス面を考えるとですね、そんなにこういいものなのかどうかっていうのがやっぱあるわけですよね。それだったら船自体にこの風力発電をくっつけてしまって、まあ電力自体を作ってもいいんですけども、蓄電池をね、乗せてもいいんですが、まあせっかく洋上にあるんでね、海から水をろ過して水素を作るっていう方向で私はいいんじゃないかなと思います。で、適当に船をずっと浮かべといてですね、まあ、当然その船からですね、水素をそのまま直接船に、他の船にね、運んでもらってもいいでしょうし、港に接岸してもいいでしょうし、そこら辺は船自体のその能力とかっていうこともあると思うんですよね。だ一度水素、一大水素生産地になったりもします。当然、太陽光なんかもね、くっつけてもいいと思うんですけども、で、さらに船がね、常に海に浮いてるわけですから、そこがですね、水素の補給基地になったりもしますので、燃料電池船であれば、すぐにね、補給もできると。ガスステーションを海の上に作るような感じにもなると思いますよね。で、ひょっとしたらもっと巨大なものができると、そこがですね、今後水素によって動かせるジェット飛行機っていうのがね、やっぱり今後出てくる。水素で推進する装置を作ってですね、飛行機を作っているっていう計画も出てるわけですね。だから、それが洋上に浮かんでいる、浮かんでなくてもいいとは思うんですけども、飛行場を作ることも可能じゃないかなと思います。これなかなかね、ちょっと大きさ的に難しい部分はあるかもしれませんけども、滑走路が1本2本ぐらいのやつだったら全然できると思うんですよね。で、常に洋上でそういった風力発電と太陽光発電によって電力を作ってですね、水素を常にこう満タンに供給できるようにしておく。あるいはこういった船からですね、水素を供給してもらうってことでも可能かななんて思ったりもしますけどね。まあ、別に飛行機じゃなくてもいいと思うんですよ。ドローンのこの置き場所として作るとかですね、いろんなことが考えることができると思うので、あるいはそうですね、燃料電池船のそのちょっとしたね、ステーションになったりとかですることによって、航続距離が短い飛行機とかでもですね、燃料供給がそれほど心配じゃなくなるということで、より水素とかね、燃料電池飛行機とかですね、そういったものの中間基地ができるように、世界中でね、できれば、海上でそういったものができるようになると、より動きやすくなるんじゃないかな、なんても思ったりもします。まあ、あくまで理想論ですけどね。なかなかそういったものができるかどうかっていうのは難しいですけども、そうするとですね、船とか飛行機とかっていう部分に、それほど大きな水素タンクとかっていうのを乗せなくてもいいよっていうふうになったりもするじゃないですか。それに、まあ、洋上風力、まあ、ここのね、その船がどうやって維持されるかどうかにもよるんですけども、どうやってね、運営するかにもよると思うんですけども、それほど燃料費がかからなくなってくるんじゃないかなっていうところも出てくるわけですよね。それすると結構面白いですよね。なんて想像してると、今後もね、そういった、この再生可能エネルギーの発展っていうのは非常に面白いんじゃないかななんて考えたりもします。あくまで理想論なんですけれどもね。はい。まあ、ちょっと洋上風力発電のこういったセップ船っていうのが清水建設が本格的にね、こう作るようになりましたというニュースでした。最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。